西荻一家惨殺事件。行きます。自分が死ぬ瞬間をカセットテープに録音してたんだ。すぐ行きます。あかねちゃん絶対関わるな。ごめんなさい。呪音白い老女。303号室の担当変わってもらえませんか。浮き絵の中に何なんだよ。今から行くから待っててね。呪音黒い少女。